よくある論争。たけのこの里ときのこの山？違う？きのこの山とたけのこの里？どっち派っていうのあって。俺はたけのこの里だな。なんだろう。きのこの山ってポッキーみたいじゃん。じゃなくて、たけのこの里ってクッキーみたいじゃん。ちょっとサクッとした。あっちの方が好きかな。ご好きです。今日もこの道具のやつやっていくんだけど、まあここにわさわさっとあれのね、左上から順番に来てるんだけど、ここまで来たのね。ここまで。そう。で、今日はこれとこれ、この辺のものをね、ちょっと語ってみようかなと思います。工房の中といえばさ、こんなとこ見りゃこんなに銃、これね、モデルガンだったり、エアガンだったり、これね、フォロワーさんにいただいたんですよ。そう、もう使わないからって言ってね、パンパン BB 弾撃ったりしてますけども、この辺に来りゃなんかヌンチャクがあったり、よいしょ、これ黒炭だよな。重たいんだけど、何を思ったか、親父が買ってきてくれたんだけど、そう、黒炭の木刀ね、素振り用ですかね。そうなんです。私、剣道やってたんですよ。これ学生の頃にね、親父買ってきてくれたんだけど、それとか、なぜかここに、ね、こしらえがあります。真剣はね、ちょっとここに置いといたら危ないんで、ここには置いてないですけど、ちゃんとしたこしらえがあります。ね、つばがあったり、ここにね、これは竹田節なんかにね、相当もう、錆がひどいんだけど、があったり、ね。そうそう、なんか、ああ、いかんいかんいかん。なんかね、ここら辺もちょっと撮影スポットだったり、こんな、なぜか、こんなね、看板だったり。ああ、これな、GTR のナンバーの隠すやつ。とかさ、こんなんだったり。こんなんだったり。これ俺こけた時の、こんなんだったり、こんなんだったりね。こんなんだったり。奥にもなんかいますね。ほら。なんかいますね。こんなんだったり。ね、こんななのよ。がうじゃうじゃっとあります。はい。はい、戻ってまいります。そんなこんなでね、そこのところにかかってる一つのものが、これね、これね、一時有名だったよね。ボウガン、ちっちゃいおもちゃよ。子供のおもちゃだよ。ボウガンで、これやると、パチンと。ね、これね、ここに爪楊枝がちょうど入るんだよ。で、パシュンと行くと爪楊枝がピュンと飛ぶのね。これ、このおもちゃで、こう、なんか問題になった動画があったじゃない。人の顔に打って顔にプツプツ刺さってたりとかしてさ、危ないよね。目に刺さったらどうすんだよと思うけど。で、そんなことして遊ぶ、そんなことするやつが悪いんで、これが悪いわけじゃないんだけど。まあ、なんていうの？こういくつになってもさ、男ってバカだからさ、こういう武器みたいなのが好きなんだよ。なんだか知らねえけど。これはね、とある方が、これ普通に買えたのが販売しちゃいかんっていうことになって、別に持ってても銃刀法に違反してるわけでもないし、なんちゅう？別に有罪っていう、まあ罪になるもんでもないんだけど、販売自体をやめましょうみたいなので、メーカー自粛して販売できなくなったんだよね。ないとなるとまた欲しくなるじゃない。 なんか知らないけど、そんなんでこれがあります。まだまとまんないよ。まとまんないよ。まだこの先にまとめるよ。そんなこんなで、ブログに昔そんなの書いたらね、これ、
これ俺ね、これもいただきもんです。さっきのやつに比べて何倍もパワーがあります。ここのバネがもう全然違うもの。あれとあれは本当子供のおもちゃだけど、これはもう子供のおもちゃって言っていいんかいっていうぐらいギュッと。でも別に銃刀法に違反してるわけでもないし、おもちゃの息はね、だってこんなだもん。でパチュンと、要はゴム引っ張ってビンってやるよね、うん、あれですよ、パチンコですよ。まあボーガンなんだけど、バシッと、ね、これね、金属加工してワンオフで作ってくれたんだと思うよ。これね、すごいでしょ。でここに丸い穴があるよね。ここにね、弾をバピューンって飛びます。まあ殺傷能力はないですよ、殺傷能力はないけど、ガラスの瓶ぐらいだったら割れちゃうかもしれないね、うん、そんなもん打っちゃいかんと思うけど、そう、こういうおもちゃです。おもちゃね、だから別にレザークラフトに関係ないやと思うでしょ、うん、関係ないやと思うでしょ。よいしょ、で一緒にかかってるのがこれ。これはね、今度紹介するけど、こう革に模様を刻むカッターがあるんだよね。カッターナイフ、スーベルナイフっていうナイフがあるんだけど、それをここにパチンってこうセットして、ここにねブレードをセットして、でこう革にシューッとこうボーダーラインっていうか枠、窓枠みたいのを刻むときに使うんだけど。これがね、ここに映るかな。ねえ、久保田クラフトの久保田さんがのサイン入りです。これ彫ってくれたんだよね。エングレービングもやられますからね。巨匠ですよ、本当に。うん。その巨匠がから譲ってもらったアイテムです。そう。他にもね、結構ね道具僕いただいてるんですよ、久保田さんから。ここにあるね、これちゃんとしたサインが、ほら、うわー、ピントが合わないかなと思うけどね、いいでしょう。これ宝物なんですね。カービング最近全まるっきりやってないけど、まるっきりやってないけれどってやつです。よいしょ、はい。まあね、今回何言っておもちゃ自慢しただけじゃだろうお前ってなんか思われちゃいそうだけど、なんかこういうなんていうのかな、遊び心みたいなもの、心の余裕っていうの、まあ仕事一辺倒でもいいんだけど、余分なものが一切ないね、こう整理された空間っていうのもいいのかもしれないけれど、なんかこういうバカなものこう必ず必要なものではないかもしれないけど、本気で全力でこうなんていうのかな、そっち側に振った ものっていうの、必要でないんだけど俺には必要なものなのよ。今紹介したものとか、この空間にね、この空間にそういったものがこうあちこちにあることによって、何かこうそういう空間に自分の身を置くことによって好きなものに囲まれてたりすると、こう出てくるアイデアとか技法であるとか、なんて言うんだろうね、自分の俺はこうなんだみたいな何が言いたいかちょっとよくわかんないかもしれないけど、なかなかね、そんな自分一人で使うこういう空間がないとそんなことはできないかもしれないけれど、でもなんかいいんだよ、ここの机に一個ポンってこうあるだけでもいいと思うんだよね。好きなものがね、すごくこう好きなデザインのジッポがポンってここに置いてあるだけでもちょっと気分が上がるでしょ。
そういうもんだと思うんだ。なんかこう自分の好きなものに囲まれてたいっていうかね。そう、実用性とか全く関係ないものもあるとなんか心の余裕というか、迷わない、ぶれない。なんかね、なんかただ単に俺はが自分のことを正当化 したいだけかもしれないけれど、だってビビ弾飛ばなくたっていいわけじゃん。でもなんていうのかな、あのこのグリップの感じだったり重さだったり、この艶消しの感じだったりとか、この造形だったりとか、でこのボーガンの持つ、まあちっちゃいミニチュアだけど、こうなんていうのかな、危険な感じみたいなのとか、ね、多分あの分からん人にはこいつ何言ってんだ、とうとうおかしくなったかって言われそうな感じのことなんだけれど、あの久保田さんにいただいてあれよ、あの工具は違うよ、あれは今回まともにまともなねボーダーを切るためのね、要はツーベルナイフをもうなんていうのかな、ネジネンの代わりにねスーッとこう入れられるようなそんな工具なんだけど、よいしょ、カービングやらなきゃななんて思いますけどね。はい、今回の動画はそんなところがねメインでしたね。そう、遊び心ってなんか忘れちゃいかんと思うんだよね。あのそうそう、チョロライフのチョロさんの机の上のガンダムと一緒ですよ。何かそういう何かがねあると頑張れるっていうのかな。そんな風に思います。これだけ見るとねなんてことないかもしれないけど、結構な量やんないとこんだけ溜まってこないんですよ。よし、どこかにね、なんかこの工房をもっと大きくして、なんだろう、ガレージと一緒な空間にしちゃってさ、そこにね今見たようなこうおもちゃだけじゃなくさ、もっとでっかいおもちゃ、車とバイクを置いてね、工具を並べてね、そんな空間が夢だったりしますね。いいじゃん、そんな生活に憧れます。なんていうの、あの好きじゃん子供って、あの秘密基地ごっこ、あれの延長を今自分でもいい年こいたおっさんになってくるとやってるんじゃねえかななんて、自分で思います。よし、これ今のところいい感じね。これこの板っていうかカッティングマット、今のところいい感じ。ってな感じで、そうそう、これね、これワークスタンド、これ便利で俺ずっと使ってるんだけど、何回かのロットね作ってもらってて、また全部なくなっちゃったんで、また新たに発注して今頼んでるところなんだけど、
汚れてるね、はい、まあ洗えばこれきれいになるんでね。でこれがさ、これ海外から入れてたんだけど、輸入してたんだけど、入手できなくなってしまって、残ってる分でもう終わりなのね。でこれをセットしてたし、これがここに入るのよ、こういうふうにね。で今うちで販売してるやつは柄が太いタイプだからここに入らんのよ。まあここには置けるんだけどね。それじゃあなあということで、それじゃあなあということで、この丸家のちょうどいい大きさのこのスポンジスティック、小刃を塗るやつを探す旅に出ております。っていうかもう見つけたんだけど、見つけたんだけど、まあいい加減探したな、なかなかねえなと思って、うん、まあね、せっかく空いてるこの丸い穴に合わなきゃしょうがないじゃんって。これに最初にセットしておいて初期で使えるやつ、うん、でまたね、すごい数なんですよ、そいつを買おうと思っても。まあ小分けしてそれもね、販売しようかなとは思ってるんだけど、ね、大した儲けは出ないですよ本当に。ただね、皆さんにこのポリッシングリキッドを使うにあたってね、ついでに買ってあったら便利だろうなって思うからやってるんだけど、サイズは違ったらどうしようなんて思いながらもね、ワンロットで500個とか入って、500本とか入ってるのよ。でもまあとりあえず発注はしたので、それが来たらね、これにセットして、あ、なんかこの低い音は SR じゃないですか、プリメーラで持ってきたのかな。久しぶりにちょっと乗っけてもらおうかな。はい、こんな感じでエンディングになりますね。エンディングに、これね、何度も紹介してますが、はい、ね、切って縫って、まあ、先に念は入ってるけど、小刃は何もしてない。なんか白いよね、白い、しらっちゃけてる、グレーみたいな感じだよね。ここにポリッシングリキッド、粘り、滑り、お灰、同量に、これね、これを少量添加しました。ウレタントップだから250を買って、250の大きいやつね、粘り滑り買って、2つで 500cc じゃん。それにこの 110cc を足すとバランス的にはいいかなみたいな。それにね、気がついた方がいて、お客さんでね、これこれとこれとこれ、この3本買って全部混ぜちゃっていいですかみたいな。うん、ちょっと待ってよ、ちょっと計算して、あ、それいい配合かもってね、うん、これにチタンビット。僕が今使っているのは6溝です。早いでしょ？ほんと早いよ。これはでもほんとね、小刃磨きの常識が変わったと思いますけどね、これでね。こういう磨き仕上げのね、お仕事をしてるプロにこそ使ってほしいなって、うん、思います。仕上がりの良さ、時間の短縮具合を考えると、すぐ高いような気はするけど、すぐに元取れると思いますよ、数やる職人さんは。うん、まあ申してダメになるようなもんでもないしね。
それは少しずつ摩耗もするでしょうけど、この大きさだったら数万枚はいけるんじゃないですか。はい、という感じで今回の動画も終わろうと思います、ね、本日もお付き合いありがとうございました。また遊びに来てくださいませ。じゃあね、バイバーイ。